理由は、うん、そうなんですね。いや、私なんかその子供の時にそういう目にあったから、もうその通り道が怖くて、ね、怖いでしょうね、それいきなりって怖いですよね。そうだからやっぱ生きてる人の方が怖いですよね。でも勝てると思ってるんだ私、生きてる。ナイフで向かってきても、はい、蹴りを入れて、すげえ想像はちゃんとできてるよ。すごい。できてるんで。へえ。護身術とか知ってるんですか？知らないです。へえ。でも勝てるって思うんですか？そう。すごいっすね。絶対勝てると思う。へえ。すごい。強いと思う。へえ。すごい。私なんか負けるのが分かるから悔しいから護身術習いたいと思いながらやってない。でも聞くと、お客さんとかに聞くと、うん、いや無理っすよみたいな、護身術とか覚えてもとっさの時出ないと思いますよみたいな。怖すぎてね。そうだし、なんかそのなんだろう、やっぱり武器とか持たれてたら不利ですよみたいな言われて、確かにと思って、ね、まあでもそれって犯罪じゃないですか。あ、そのね、ナイフとかがね、うん、確かに、うん、それじゃ捕まるじゃないですか、悪いことしてるから。まあまあまあ、ね、でも幽霊は捕まったりとかしないですよ。なるほど。なんなら私がおかしいって思われるから。はい、確かに確かに確かに、そうですね。そう、なるほどね、っていうのが怖いです。なるほど。子供の時はなんか怖かったですけど、まあなんかされたことないから多分大丈夫だろうと思ってますね、それに関しては。怖いよ。だいたい霊感があるわけじゃないんですけどね。じゃあ別に今まで怖い目にあったわけ？あとある。あるんですか？うん、あの小学校じゃないや、5歳か、はい、6歳の誕生日の前日に、はいはいはい、鬼に抱かれてたことがあるんですよ。あと、あの実家が寺なんですけど、はい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 、寺のまあ、周りってお墓あるじゃないですか、はい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 、それだからか知らないけど、はい、夜になるとすげえこうなんかお坊さんが、はい、お坊さんじゃない、お地蔵さん、お地蔵さんが動き出して、その周りを火の玉がピュー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 してる、それはマジっすね、見たりとか、あるんだ、結構ある。でもそれは本当人玉ですもんね。ベタに小学校1年生の時に音楽室にもうほんと5時ぐらいもう帰るっていう時にリコーダーを忘れちゃって取り行ったらバッハがニヤって笑ったとか、それは目の錯覚とかじゃないですか。そうですね、多分それはそう思って見ちゃったからそう見えたんじゃないですかね。めっちゃ怖い。だけどやり返せない。ああ確かにね、そうなんですね。お寺の生まれなんですね。まあ、あのばあちゃん家なんですよね。ああ、おばあちゃんがね。まあ、そう、両親はまた近い近くに住んでるんですけど、うん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 、まあなんか実家帰るってなったらもういつもとこ帰るんで。なるほど。ああ、じゃあ確かにちょっとそういうの分かる気がしますね。ちょっとこうそのまあなんていうんだろう、ご遺体じゃないけどそういう人の死とちょっと近いところにいる立場ですもんね、お寺とかって。うん。うんね、でもさっきより、はい、やられてきました、うん、はい、絶対だ。いやでも私あとなんか子供の時、今もそうですけど割とちっちゃかったんで、うんうんうん、だからなんか変な人とか変なおじさんとか、うん、なんか露出狂とか、なるほどね、あります私も、はい、露出狂の人、なんか他の子よりも人と一緒にいなかったんで、そうなんですよ、だからなんか生きてる人が怖いなって、そっちの方にウエイトがありますね。妖怪とかは一回会ってみたいです。逆に、うん、妖怪とかは興味ありますね。不思議なもの好きなんで、うん、妖怪はいいですよ。妖怪はいいですか。妖怪ほらあの肉体があるじゃん、肉体というか、ああはいはいはい、見た目がね、うん、確かに確かに。妖怪はいいけど、妖怪は私も会ってみたいですよ。あ、会うっていうか見てみたい。見てみたい、はいはいはい。うん。また私別に幽霊に
恨まれるようなことしてないしなと思ってるから。なるほどね、はい、なんか、うん、お酒飲んでたら、うん、アルコールが嫌いらしくて幽霊って、ああ、うん、いいらしいけど、あとなんか自分が子供の時読んだ本では信じてない人のことは嫌いって書いてありました。ああ、はは、もいるかとか、怖い思いさせられないからじゃないですか。うん、そう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 、見えない思ってないっていう風に、そっか、そう、なんか見える人につけ入るみたいな。でも、うん、痛いけど、うんうん、さっきよりぐにゃぐにゃな感じ。そうですね、だいぶ緩んでるんで、だいぶ大丈夫ですね。お化けぐらいですか、怖いのは。そうですね、人の恨みもまあ別にかかってこいぐらいな感じですね。すごいですね、うん、え、もともとそうなんですか。何がですか。そういうなんか怖いもの知らずっていうか。いや、なんか怖いですよ、幽霊がお化けが怖いですよ。そうなんですけど、その人に対してなんかこう、いや、負ける気がしないとか思う名前か。ちょっとあれですね、負けず嫌いというか、うん、あの、うん、なんて言いますかね、反抗心が高いというか。なるほど。強いって憧れますよね。強いって思ってます強いじゃないですか、力が強い。はい、結構強い。力が強い。そんなことないです。沈んでいくのが分かります、ね。俺が守ってやるとか言われたいとか思ったことないですね。あ、思ったことない。思ったことない。嘘。完全に言われたい。言われたいですか。俺が思ったやられるかねって言われたことない。いや、それはそうなんですね。自分が強いって思ってても言われたいんですね。言われたい。言われたことありますか。ないんですよ。なかなか言わないですよね、そんなこと。言ったことありますけどね。あ、私が守るよって、うん、なるほど。私がいるじゃんとか。はい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 。で本当にやばい時だったら言ってほしいし、やってほしいですけどねでも誰に言うって、はい、自分よりね、はい、この人頼りがあるななんて人あんまいないじゃないですか。そうですね、あんま頼ろうと思ってないですからね、私。まあね、うん、女性が強い世の中ね。いいね。いるんですよ、ね、なんか右の方が痛い感じしてたけど、うん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 、そうやってやってもらえると、うん、分かります。そうですね、痛いめちゃめちゃ痛そうですもんね。一回顔まっすぐ向いてもらっていいです
仕打ちのつもりはないんですけどすいません。リラックス、いやこれでリラックスって難しいし痛いすごいっすわ。お忘れたい忘れたいこの状況を忘れたい。あ、お、はい、まあじゃあ今度仰向けですね。はい、体を反対に。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.